1得点でした。そして昨日アシストでも見せました鵤誠司、昨日はアシスト7、周りも活かせる DJ ニュービン。イカルガからエドワーズ、比江島に預けて、ここもミスマッチがありますが比江島、うまいですね、今ヘルプされないように、下は DJ ニュービルです。昨日はアシスト7と周りに生かすプレー目立ちました。ニュービル、 DJ ニュービル切り崩しのオフェンス、 DJ ニュービルにパスが通ってニュービル反転決まった。でも一旦必要になってきますね。そうですね、まあ、この苦しい中での、まあ、誰かねきっかけ掴んで、上田俊介リバウンド、チョルが取って決まりました。上田選手いいアタックでしたね。今日14得点になりました。このオフェンス、はい、圧力高まってますよね。フォトゥーが奪ってレイアップ、はい、ですよね。それはね、選手全員がこう分かってますよね。宇都宮の攻撃注目ですね。比江島ステップを踏んできました。さすがですね。高島打っていく、決まった。スリーポイント高島慎二、宇都宮の12点のランを、まあ、宇都の得点で止めました。ニュービル深い位置、そうですね、まあまあ、出てるメンバー高校時代からよくやってたメンバーなので、エドワーズ・アリウープ、ペソンファール4つです。野崎、野崎ファウルもらって、はい、ここはブレイク12番高島慎二選手、バーチャルファウル2つ目金ファウル。シケからジェレットダンク、そしてオフィシャルタイムアウト、見えますよね。そうですね、まあ、そういった気持ち大事ですからね、はい、遠藤のスリーポイント決まった。しかもエンドワン、ここで試合終了のブザーです。宇都宮ブレックス4連勝。